11月19日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一花です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです。今週もお付き合いください。そしてですね、私新業休暇をいただいておりますので、ここからは内田由紀アナウンサーが進行していきます。日本放送アナウンサーの内田由紀です。今週取り上げたニュースですが、アメリカ中間選挙、民主党が上院で半数の議席を獲得。インドネシアで米中首脳会談開催。暗号資産交換業大手 FTX トレーディングが破綻。ポーランドにミサイル着弾、2名死亡。G20 首脳宣言はロシアによるウクライナ侵略非難、全会一致で閉幕。アメリカ、トランプ前大統領、2024年の次期大統領選への出馬を表明。10月の訪日外国人客、水際緩和で前の月の 2.4 倍。日中首脳会談を開催、関係閣僚間の対話を再開へ。こういったニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、11月17日木曜日に飯田康之さんと取り上げました、アメリカ、トランプ前大統領、2024年の次期大統領選への出馬を表明というニュース。アメリカ・ワシントン DC に出張中の峰村健司さんに伺いました。また、ポーランドへのミサイルの着弾がどうアメリカでは報じられたか、さらに米中首脳会談についても解説いただきました。それでは今週のプレイバック。アメリカ、トランプ前大統領、2024年の次期大統領選への出馬を表明。アメリカ共和党のトランプ前大統領は15日、日本時間では昨日16日の昼でしたが、フロリダ州パームビーチの邸宅で演説し、2024年の次期大統領選への出馬を表明しました。民主、共和両党の主要候補の中で正式に出馬表明するのはトランプ前大統領が初めてとなります。まあ、中間選挙の前から、15日にでかい発表するぜというふうに言っていた、はい、まあそこからね、想像はされてましたけれども、はいはい、ただ飯田さん、中間選挙のね、結果を受けてどうなるって言われてましたね。そうなんです。まあ、このアメリカの中間選挙って2つの大統領選の真ん中の時期にやる、はい、で、大抵現職大統領の政党が減らすんです。つまりは野党側が勝つ、まあはい、政権交代のない選挙であってというところもあったりしますもんね。うん、ただ、今回の場合、はい、まあ、共和党、新勝と言ってはいいんですけれども、うんうん、その前にはね、レッドウェーブ、つまり共和党の圧勝だろうと言われたんですが、はい、で、そしてその共和党を一番、まあ、応援に立っていた、まあ、トランプ氏の大統領選への勢いをつけると思われていたのが、まあ、正直そうはならなかったわけですよね。さあ、そのあたり現地の雰囲気どうなのか、この時間はですね、アメリカワシントン DC に出張中、青山学院大学客員教授でキャノングローバル戦略研究所主任研究員でいらっしゃいますジャーナリスト峰村健司さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。峰村さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、トランプさん、この表明をしましたが、現地どういう雰囲気なんですか？そうですね、やはり昨日も各テレビがこう生中継をして、はい、相変わらずのトランプ節だなという感じでしたね。会場もかなり沸いてましたし、うまくこのバイデンさんの政策をうまくディスりながらという、このいつもの、トーンは健在だったなという感じはしました。この中間選挙の結果を受けての今回のこのトランプさんの表明ですけれども、この辺というのはこの影響なかったんですか？
あのですね、これももともとトランプの陣営なんかに聞いてもですね、やはり、まあ、まあ、下院は勝っていますし、はい、ということで、まあ、あまり影響はなく、15日のこの出馬表明っていうのは既定路線だということではあります。ただ、やはりその勝つと言われてた下院もですね、はい、そんなに思ってた以上に差が開いてないんですね、民主党とは。はい、なので、そういう意味ではかなりこのトランプ、前回の番組でもちょっと申し上げましたが、トランプ氏がこの早い段階でこの15日に重大発表があるぞと言ってしまったことが、うんうん、ある意味この逆張りになった部分というのは否定できないんだろうなという気はしますね。スタジオ、飯田康之さんもいらっしゃいます。明治大学の飯田です。よろしくお願いいたします。どうも、よろしくお願いします。やはりですね、この今回トランプ大統領を応援した候補を、その動向が注目されたわけなんですけれども、いかがでしょう？トランプ大統領の指導力、この選挙を通じてやはり影響力低下するとの予想でしょうか？そうですね、するんではないかというふうに思っています、見ています。うん、というのは、やはりその今回、バイデン陣営が直前になって、これは事実は民主主義を守る戦いだという形のキャンペーンを張ったんですね。で、これによって結局多くの、まあ、民主党と共和党のどっちにも支持をしないような人たちが、やっぱり議会襲撃事件を思い出したということで、うん、民主主義を守らなきゃいけないと。いうふうに争点がずれた。本当は今このワシントンの状況を見ててもですね、すごいとんでもないインフレなんですよね。私が住んでた時と比べても、もう物価がなんか倍近くになってるものも結構あるものですけれども、うまくそのバイデン側が争点外しをしたというところが、今回走行したところがあります。なので、実際もトランプ氏がですね、中間選挙前、最もふさわしい共和党の候補は誰ですかっていうインタビューを世論調査があったんですが、それだと 45% で、対抗馬のデサンティスさんが35だったのが、選挙後になるとですね、これ逆転してるんですね。トランプさんが35でデサンティスが42ということで、この若干トランプ神話にも陰りということは、この中間選挙の一つの目玉だったかなというふうに見ております。急にここに来て、やはりフロリダ州知事ですよね、デサンティス氏の名前が上がることが多くなってきましたが、その他、共和党の大統領候補と目されている人としては、どのような方がいるんでしょう？そうですね、まだ具体的に上がってきてはないですけれども、今、私ちょうど今、これ、ハドソン研究所という研究所にいるんですが、ついさっきまでそこにポンペオ国務長官の部屋で、ちょっとある人とこう会合してたんですが、ポンペオさんなんかもまだ可能性はあるだろうというふうに言われていますし、ペンス副大統領とか、はい、元副大統領ですね、そのあたりっていうのも十分あるんではないかというふうに見られてはいます。で、そうは言ってもですね、未だにやっぱりトランプさんが、はい、有力候補のであるということには変わりはないです。さあ、それから話題変わるんですけれども、まさにその宮村さん、今ワシントンにいらっしゃる中で、ポーランドへミサイル着弾だとか、非常にきな臭いニュースがいろいろ出てきましたけれども、このあたりのその全体のワシントンの雰囲気っていかがなんですか？そうですね、実は昨日のテレビなんかでもですね、このポーランドが起きたタイミングでもですね、ちょうどトランプ氏の出馬表明と重なったのとですね、ほとんど報道実はされておりません。そうだったですか。注目はあまりないですね。というのも、実はこれ、かなり早い段階でアメリカ側もですね、どうもこれ、ロシアが撃ったものではないんではないかという見立てをしていました。なのでですね、これはちょっと騒いではいけないということで、国防総省とか国務省も、割とこう、はい、ニュートラルな会見をしていたので、はい、そこもありますかね。一つあまりこの大きな注目にはならなかったというところがありますね。こういうところを見てると、アメリカのこのインテリジェンス能力の高さというものが一つ証明できたかなというところですかね。今のところ見立てとしては、ウクライナの対空ミサイルが、はい、当たってしまったというところが、複数の関係者、当局者なんかに聞いてると、そういう見立てのようですね。昨日の、ね、段階でもかなり国務省の関係者、国防総省の報道官なども抑制的だった、印象があって、やっぱりここはこの緊張感をいたずらに上げるというよりも管理していくという姿勢は、これ米ロともに一致しているところがあるんですかね。
そう思いますね。やはりこの、アメリカとロシア、今、こんだけ対立しててもですね、高官同士のこの連絡っていうのは数日に1回ぐらいの頻度で、やり取りをしているそうです。なので、そこはだから、いわゆるその、お互い、なんだろうな、この誤解とか、そういうところから、ミスジャッジによって、何かこう、戦争が急にこう、劣化、エスカレーションが上がらないようにっていうコントロールはある程度できてるんだなというふうには見ています。うん、一方で、まあ、米ロの間はそれだけ、こう、まあ、いろんなチャンネルがある一方、米中の間ではなかなかそれがないんじゃないかというのは、峯村さん、前々からご指摘されていました。で、そんな中で行われた米中首脳会談についてっていうのはいかがですか？そうですね。まあ、もう満面の、バイデン氏も習近平氏も、もう気持ち悪いぐらいの満面の笑みでしたよね。まあ、双方も、いや、習近平氏の笑顔を相当久しぶり見ましたね、私はこれ。まあ、おそらく相当も嬉しかったんだろうと。やはりこの、今年8月のペロシ下院議長の台湾訪問以降、まあ、おそらくもうどん底まで落ちたこの両国関係が、こんだけ早い、ペースで回復して対面で、3年5ヶ月ぶりに会ったという意義っていうのは、まあ、双方にとっては良かったっていうふうに思ってるんだろうなというふうに思いますね。で、特にやはり習近平氏って3期目がこれ決まったところばかりですので、うん、この対米関係、一番中国の外交にとって基本な対米関係を、修復したっていうふうな特典は大きいんだろうというふうに自分たちでは考えてるんだろうと思いますね。この後はこれから1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。日本放送アナウンサーの内田裕樹がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。いよいよ20日に開幕するサッカーワールドカップカタール大会。日本代表はスペイン、コスタリカ、ドイツと同じグループ E に入っています。優勝経験国のドイツとスペイン。2014年にベスト8入りしたコスタリカ。この強豪チームたちの中で日本は1次リーグ突破を目指していきます。データではですね、突破の可能性どのくらいになっているのか。アメリカ大手のデータ会社グレースノートが17日予想を公表しました。この4チーム総当たり戦で上位2チームが決勝トーナメントに進出する1次リーグの突破確率ですが、この E 組ではスペインが 72% 高いですね。で、ドイツが 59%、コスタリカが 30% でした。さあ、そして日本の1次リーグ突破の確率はなんと39%。どうですか？お聞きの方的には高かったでしょうか？低かったでしょうか？ね、ドイツと 20% しか違わないというのは、私的には結構日本確率あるんだな、なんて思ってしまいましたけれど。そうなると、23日水曜日に予定されている初戦のドイツ戦が非常に大事なゲームになってくると。ね、もう精一杯一緒に応援しましょう。さあ、この分析、どのような分析かと言いますと、第1回のワールドカップから親善試合に至るおよそ 43,700 試合をですね、AI を用いてそれぞれ100万回ずつシミュレーションし解析しました。分析チームは勝率や対戦成績、ホームグラウンドで戦う優位性、観客の有無などをデータの指標としまして、戦績も最近の試合や重要な大会などに優先的に価値を置いて解析したものなんです。さあ、この解析でワールドカップの優勝最有力の確率も出ています。こちらがブラジル。優勝確率 20% と予想されています。続いてアルゼンチンの 16%。スペインとオランダが 7%、ベルギーが 6%、フランスが 5%。そして日本は 1%。1% です。まずは優勝するためにも1次リーグの突破が大事です。日本代表ね、初戦23日水曜日にありますんで一緒に応援していきましょう。続いてこれからの予定をご紹介いたします。11月20日日曜日、愛媛県知事選
投開票。サッカーワールドカップカタール大会開幕。カザフスタン大統領選。11月21日月曜日、経団連会長会見。11月22日火曜日、定例閣議。気象庁が2022年12月から2023年2月の3ヶ月予報を発表。年末ジャンボ、年末ジャンボミニ発売。11月23日水曜日、FOMC 議事要旨発表。サッカーワールドカップカタール大会1次リーグ日本対ドイツ。11月24日木曜日、11月の月例経済報告発表。11月25日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。11月26日土曜日、台湾統一地方選挙。3年ぶりとなる秋の皇居乾通りの一般公開。続いて来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。11月21日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。22日火曜日はジャーナリストの有本香里さん。23日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。24日木曜日、上智大学教授で政治学者の前島和弘さん。25日金曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。コメンテーターの皆さんには6時台からのご登場をいただきまして、ニュースを解説していただきます。そして来週はコージーエネルギーウィークと題しまして、1週間エネルギーに関して様々な角度から専門家の方にお話を伺います。新業アナウンサーは予定通り23日水曜日までお休みです。日本放送のアベンジャーズのアナウンサーが連日ヘルプで入ります。私内田も入りますよ。飯田浩司の OK 工事アップ、ぜひお聞きください。ここまでの進行は日本放送アナウンサーの内田裕樹でした。内田アナウンサー、ありがとうございました。さて、この後は工事アップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。ジャーナリストの佐々木俊直さんと、モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです。OK! コージーアップ週末増刊号。ジャーナリストの佐々木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大久保さんは10月にですね、我が子が学校に行きたくないと言ったら不登校解決レシピという5本を出版されております。今回の対談では不登校問題をテーマにお話を伺っているんですけれども、実際に家庭で急に子供が学校行きたくないって言い出した、これ今ね、親としては驚天動地でびっくりすると思うんですけど、一体どういうふうにその時対応すればいいんでしょうか。きっとね、こうなるはずじゃないってみんな思うと思うんです。まあそうでしょうね。で、隣の子がなってても、いや大変ねって言ってるのは、今度自分になった瞬間に一言じゃなくなりますよね。不登校って話はみんな知ってるわけですね。そういうのがある。だからどこそこの子が不登校になったみたいな話はよく聞くんだけど、まさか自分の子がなるとは誰も思ってないわけですよね。ここで私はね、よく同句って言うんですけど、同情ってよく言いますよね。大変ねみたいな、これ上から目線でしょみたいな思う時あって。確かに、でその子が不登校になった時、自分の子供だったらどうするかなって考える、子供が不登校になる以前にまずそういうことを考えておくってことですか。はい、実は私、校長の時に LGBT の、まあ要は性同一性障害の子が1年生に入ってきた、小学校の。で1年生に入ってきた時に、いろんなところにこう臨床心理士とか聞いたんだけど、前例がないと。その LGBT の性同一性障害の子は小1ってのはなかなかない。4年生ぐらいはあっても。ああ、なるほど。その時にその親御さんたち、入学式終わった後、その親御さんたち集めて、我が子と思ってくださいと、全員。なるほど。で、この子自身がその自分の体に違和感を持ってるんだと。で、これからいろいろ対応していくけども、私も全力でやるから、
このお子さんを皆さんも全員自分の子供と思ってください。なるほど。その頭の中でこうイメージトレーニングというか、自分の子供が性同一性障害だったらどう対応すればいいだろうかって考えましょう。うん、はい。で、今6年生になったんですけど、まあ、順調にいってるんですね。ただ、その時に文科省から言われて、そういうまあ資料を作る。その時に先生は非常に珍しいケースなので、まあ、特別な配慮が必要ですかってこう言われたんですよね。で、僕はね、配慮はするけど特別扱いはしないって言ったんです。ああ、なるほどね。これ何かというと体制も作んなきゃいけないから、からかわれても乗り越えなきゃいけないから。そうですよね。そうするといじめはないっていうのが意外と日本の文化じゃないですか。あってもないみたいに。ね、数字でごまかすとかね。そうですよね。で、例えば、いじめがあった時に、アンケート取りますよね。アンケート取って、アンケートに、僕はいじめられてますって書いた場合、呼ばれますよね。先生に呼ばれますよね。と、ただ当然、チクったって見えますよね。確かに。呼ばれた瞬間に、あいついじめてるのをチクってるなって、そうですね。クラスメートにバレてしまう。だから、いじめってあっても書けないですよね。そういうのがやっぱその先生とかに相談できない背景にあるってことなんですかね。結局的に目立たない、分かってもらいたくない、なるほど、まあ、それだったらもっとひどくなるってこう思う。なるべく穏便に済ましたいと思うからってことですよね。外なんか事件が起きると何も書いてなかったからってなるわけですね、ありがちなパターンですね。だからそれはもうそういうことなくてもつなげられるような環境を作る、学級環境とか。なるほど。それが基本なのに、なんかデータで残してなかったからいじめないでしょみたいな。その制度とかシステムをちゃんとなんかマニュアル通りにやればうまくいくということではない。いや、それは全然違いますね。ってことなんですね。だからいじめが起きた時に、まあ親御さんが言った時に、まあドキッとしますよ。ドキッとするけど少し時間を空けて考えさせてもらって、その上でそれを否定することは逆に言えば本人も否定になっちゃうので、そうなんだねっていうふうに受け止めて、で、理由を下がりたくなんですよね、大人ってのはついつい。責める命とか、比べる命が出てくるので、その時にそれを否定してしまうとダメなんです。不登校の時も同じってことですね。不登校になりました、自分、学校行きたくないと言ってる。なんでってこう。それが向こうから言いたくなるような。なるほど。よくリストカットの子がいて、で、リストカットの子が私面談を受けたんですけど、切るときに電話するって僕言ったんですね。自分の手首をこう、切るときに。切るときに。で、私かかってきたんです、電話が。で、かかってきて、先生今から切りますって言うから、切っちゃダメだよって普通言いますよね。そうですよね。まあ、それ以外に言いようがないと思います。で、もうかかってこないです、電話は。そしたら。どういう。なんて言ったかっていうと、深く切るなよって言ったんです。なるほど。なるほどね。約2年かかりましたけど、やっと乗り越えましたね。それは何を、そうやって電話するっていうことが何になるんですか？結果的には自分の今の思い分かってもらいたい。誰も分かってくれない。そういうことか。なるほど。LGBT もそうですけど、自分がゲイだとかバイセクシャルってことは誰にも知られたくない。親にも。でも先生は知っといてねってのが多いんです。そういうことなんですね。だから、別に解決策を求めたりとかじゃなくて、ただただ自分のこの状態を知ってほしいってそこなんですね。私みたいな存在がいるっていうことを受容される。なるほど。だから、行きたくないって言った瞬間に、そうなんだねって言って、少し気持ちを落ち着けて、大人が。大体ありがちなのは、なんでなんでって聞いて、学校の成績が悪いからなのとかで、いや、なんそんな大丈夫だよとかね、こう。そうなんです。それはね、それはもう想定してますよ。親が何て言うかは。なるほど。子供は。まあ、多分こう言うだろうなって思ってるわけですよね。だからそこで度量の見せ所なんで、来たと。やっぱりまあ普段から準備しといて、で、来たと。意味があるんだなって。こう意味があるんだなって捉えれば、即解決なんてしなくても意味があることになってくるんですよね。だから、さっきおっしゃってたように、他の子がね、例えば友達の子が不登校になったって聞いたら、じゃあ、あの子が自分の子供だったらどうしようって、まずイメージトレーニングして、もし自分の子供が不登校だって言い出したら、なんて答えるかっていうのも、ある種想定問答みたいなのをあらかじめ作っておくってことなんですね。それ、よく学生たちもやるんですけど、言った瞬間にニコって笑えっていう練習させるんですよね。にっこり笑うんだ。なるほど。それ、子供でも意表をつかれますよね。どうしたのみたいな。そのぐらいにやんないと、やっぱりね、困った顔するだろうなと思っても、やっぱり言いたくなるわけですよ。なるほど。その時にニコッと笑って、そうなんだねって。そのニコッと笑って、そうなんだねっていうふうに子供が不意をつかれて、その後どうすればいいんですか？そうすると、
当然子供は聞かれると思うわけですよ。なんで？ああ、まあそうです。聞かないと。聞かないと、なぜ聞かないと思うじゃないですか。そうですよね。うん、その時に、私が聞けることとか、やれることがあったら言って、知っといた方がいいかったら言ってって。なるほど。もうそれ以上言いません。それ以上言わない。で、それをその引き出そう、引き出そうとやると、本当はなんとなく行きたくない時もあるんですよ。理由は自分でもよくわからない。わかんない。なるほど。うん、だそのいじめなのか、自分の学力なのか、自分のメンタルなのか、分かんない時あるんですよ。なんかこう、もやもやして行きたくない。確かに大人だってありますもんね。だそれが特に中学に入ると体が変化してくるでしょ。思春期になって、だからいろんな要素があるんです。そうなんだねって、できることがあったら言ってごらんって言うぐらい、それ以上言わない。ああ、そうすると子供はどういう対応になるんですかね、その場合。あのね、不意をつかれますよね。そうですよね。うん、その時にはあ、なんか優しいんだなって、大人の度量っていうか親の度量っていうか、あ、自分のことを受け止めてくれてるんだ。なるほど。さっきのあのリストカット、そうですそうです。電話してるのと同じような感じで、ちょっと否定は否定はされないし、そうなんです。ちゃんと自分のことを重要されてると思う。そうです。それが大事なんですね。一番大事です。その瞬間の勝負ですね。なるほど。でもそれですぐその日に学校行くようになるわけじゃないわけですよね。なります。結局まだそれからすごい時間もかかるわけですよね。その間一貫してその親御さんとして対応しなきゃいけないことって何かあるんでしょうか。一つはね、どうしても顔暗くなんですよ。なるほど、そうですよね。で、怖くなると、私が学校行ってないから、こうに親を苦しめてると思っちゃうんです、ついつい。まあ、子供はそういうところ敏感だし、敏感だね。すごいですよね。その時に親がニコニコしてたら、なんだ、不登校になってるのに、なんでこんなニコニコしてんだ、みたいな。なるほど。こうなりますよね。ついつい喋りたくなるんですよ。私はこんなことで苦労してんのよ、困ってんのよ、みたいな。だから、逆に言えば、引き出すっていう。暗い顔してると相談しようにもしにくくなっちゃうから、余計ニコニコしてると話すきっかけになりうると。それは役者として演じなきゃいけない、本当は内心もきついんだけど、表面だけでもとにかくニコニコしようと。きついのもね、やっていくとだんだんそうじゃなくて、やがてこのこと解決するから、ちょっと時間かかるけど、これはきっと後でいい味が出てきて、人生変わるんだから。手に腹は決めちゃった方が早いんです。ああ、もうこれが一生続くわけではないんだと、そんなものね。所詮一時の話なので、後から見れば、まあ、ああいうこともあったよねって思えるよねっていうぐらいの目で、感じで持ってる方が大事ってことですね。よく相談を受けると、お父さんお母さん腹決めなさいと。ね、5年ぐらい先でいいよって。5年ね、長いですよね、でもね。そのぐらいのスパンで見なさいよと。で、ニコって笑ってごらんって。そこ腹決めないと、いや、うまくいったら、また明日もってこう考えちゃうじゃないですか。欲が見て。そこ欲を出しちゃいけないですね。欲出すとね、ろくなことないですね。もう、日によって、こう、例えばね、気持ちの波もあるわけだから。あります、あります。沈む日もあれば、ね、上がってくる日もある。それをいちいち一喜一憂してたら、やっぱそれをまた子供に伝染しちゃうってことですね。しちゃいます。だからもうずっとこれは5年先にゴールがあるんだってことを思って、じゃあ毎日ちゃんと頑張って笑顔をやっていこうとか、そうです、子供にしつこく問い詰めるのやめようとかっていうルールを作って日々を過ごしていくっていう。私は自分の子供が8年間でかかりましたから。8年ですか、長いですよね。不登校、またその仕事をしてまた辞めてみたいな。でそれ見てね、共通してるのは何かなって言ったら、こっちが腹決めることだなって。一生続くだろうかって思っちゃったりしませんか、それ。いや、あのね、最初の方は思いました、やっぱり。ところがね、子供はね、実は親思いですよ。親に迷惑かけて、心配かけてんだって分かってん。自分では認識してるわけですね、それをちゃんと。それでこう、攻めちゃうと、お互いバトルになっちゃうんです、これ。お前のせいだ、いやいや、お前だ、みたいなね、口論になっちゃいますよね。だからまあ、その子その子の人格なので、いいよと、いつまでも待ってるよと、あんたらしく一生懸命行きなさいって。応援するからさ。なるほど。こういうメッセージですよね。まあ、それを言い続けるしかないんですね。なかなかでも親としては辛いものはありますよね。だから、今の親というもの自体になる前に、そういう勉強しとくといいんですけど。なるほど。そういうことも起きうるんってこと。起きそうです。準備っていうか、心の準備しておくのは大事ですよね。この時に、まあ、夫婦で助け合うとか、まあ、本当にお互いが、愛してるよっていうことを、恥ずかしくなくね。やっぱりこう表現する、そういうふうな大人じゃないと大人になりたくないですよね。なるほど、大人になるのもちゃんと準備が必要ってことですね。
かりました。ありがとうございます。今月は公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で、教育問題がご専門の大久保俊樹さんにお話を伺っていきます。次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。OK コージーアップ週末増刊号。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。